広い 8.5 メートルユースハードルです。それでは出場選手をレーン順にご紹介いたします。第2レーン岩佐真由子さん七継ぎ台、第3レーン岩佐琴音さん豊敷、第4レーン高木咲さん東野省、第5レーン関口葉月さん稲毛、第6レーン島根楓さん豊敷、第7レーン生稲莉子さん大田、第8レーン大和田七海さん5位。以上7名によりまして女子 A クラス 100m ユースハードル決勝のスタートです。全国第3位13秒台の持ち記録の選手、さあ14秒20の速報、さあ2番手は稲毛の関口さんでしょうか。標準記録は14秒60、終了しました A クラス女子 100m ユースハードル決勝の結果です。速報です、失礼しました。さあトップは2レーン岩佐真由子さん7世代14秒22、さあ余裕でジュニアオリンピック標準記録突破です。2着5レーン関口葉月さん稲毛14秒37、さあこれもジュニアオリンピック標準記録突破です。3頭4レーン失礼しました3着4レーン高木さん東野省15秒79、4着7レーン生稲さん大田16秒53、5着3レーン岩佐さん豊敷16秒75、6着6レーン島根さん豊敷17秒70、7着8レーン大和田さん5位17秒74、風は追い風1メートルちょうどでした。